ワイドエリアネットワークは、ランやマンに比較して広い範囲に及ぶネットワークのこと。講義には、非常に広大な面的広がりを持つインターネットと、ほぼ同義の言葉として使われる一方、競技には、点在するランとランを接続する線としての、ネットワークというような意味合いでも使われる。用法としては、ランの対義語としてよく用いられる。例えば、ランと ISP への回線等を結ぶ歌は、 ワンルータと言われ、ISP への回線側をワン側という。ワンは、ランの利用者が ISP と契約しなければ不設、利用できないという特徴がある。ISP は、ランとランをワン用のケーブルや無線アクセス等で接続する。そのケーブル同士の接点には、主配線盤やモデム、ルータ、レイヤー2スイッチ、 レイヤー3スイッチといったネットワーク機器と呼ばれるものが置かれる。さらに ISP 同士はインターネットエクスチェンジと呼ばれる接続点で電気通信事業者の提供するバックボーンまたは機関回線網と呼ばれる大容量のネットワークと接続され海底ケーブルや衛星通信などを介して国外のワンと接続される。ISP との契約によっては 特定のラントだけ通信するような構成にもできる。ありがとうございます。